はい、じゃあヨウムくん何どうしたの、はい、ちょっと悔しかったので。ああ、はい、しょうがないな。じゃあやりましょうか。いいですよ。デッキは変えてくる。はい、よいしょ、違うデッキだ。よっしゃ、はい、じゃあやりましょう。はい、どうぞ。もう回んなかったのだ、ほんと。いや、今回も回さない、回さない。頼む。よし、回る前に普通にスッと割ろう。はい、じゃあお願いします。最初はグー、じゃんけんほい、負けた。お願いします。まあ、最初終了です、どうぞ。はい、じゃあドロー。じゃあブラック V を置いてターンエンド。はい、じゃあどうします、ドロー。じゃあサービスで終了です、どうぞ。はい、じゃあ置きます、ドロー。じゃあコネンビーを置いて1マナオンリーウォーカー、はい、1マナオンリーウォーカー。じゃあターンエンド。な、怖いな、オンリーウォーカー。動けてないんだけど、今だね。それです。はい、じゃあ置きます、ドロー。やべえ、やりてー。じゃあブラックアウトを置いて、赤を含めた3マナ、はい、じゃあマグナム出します。はい、じゃあターンエンド。自分のターン中、ね、シールドトリガーとかでクリーチャーが出てこない。あ、やっかい。うん。どうしよっか。で置いて4マナで、はい、トライガードチャージャー、トライガードチャージャー、はい、手札に加えて、うん、見ます。なんか怪しいの仕込んだ。それです。はい、じゃあ置きます。じゃあドロー。じゃあね、スパイナー置いて、はい、赤と黒の2マナで一応爆丸くん出します。はい、打てるのはこの人だけか。はい、ヒヒヒヒヒ、どうしようかな。あとにしよう、ターンエンド。はい、はい、アンタップします。どうします。じゃあ、何もしないで5マナで、はい、ハイオリーダー紹介します。ほい、どんな人ですか、ハイオリーダーってのは。山札の上から追加して、うん、で、シールドドーンにカードが置かれたから、うん、1回だけ GR 紹介します。はい、紹介します。じゃあ、はい、出てきた、はいよ。じゃあ、置きます。じゃあ、ドロー。あ、ごめん、今ひめました。あ、ドロー、OK。 じゃあ1マナ、もうでオンリーウォーカーだけなんで出てくるのは。でもいいんじゃない、オンリーウォーカー出た。威圧感が強い。威圧感、威圧かな。でも打てるようになればいいんだけどな。ブロッカーじゃないんだよね、一応ブロッカー。あれ、ブロッカーなの。マナドライブさんの光なんで、一応光マナに。あ、そういうことか。じゃあブロックしてもいいよ。ブロックしてこの爆丸くんがやられるならば、オンリーウォーカーが打てるようになるからね。はい、アタックどうする。じゃあ受けちゃう。はい、大です。じゃあターンエンド。はい、はい、じゃあどうします。あ、いいね、うん、いいねって言った、いいねって言った。なんだなんだ、エメラルダ。はい、あー、エメラルダ。はい、よくない。エメラルダに加えるって時に、うん、一応シールドトリガーが使えます。はい、ヘブンズゲートで。やばい。で、出すのは、うん、ベレキウスっていう。あ、ちょっとだいぶまずくないか。あれあれあれ。うんうん。まず出た時に、はい、カード1枚引いて、うん、1体ブロッカーを出します。はい、ロードエースで。で、ブロッカーばっかりだ。ロードエースでワンドローして、はい、で、2体目の効果で1枚引いて、うん、じゃあエンペラドブロ。はい、これは画面に映りきるかわからないけど、いっぱい出てきた。はい、いいよいいよいいよ。エンペラドブロブロッカーので、ロードエース効果でワンドローして、はい、エンペラドブロの効果で自分のバトルゾーンにあるブロッカーの数だけ GR 消化します。うん、そんなに。うん、いいよいいよ。殴れるのが、あ、一応殴れるんですけど、うんうん、殴れなくて、一応こいつもブロッカーなので、はい、1,2,3,4,5,6,7 回 GR 消化。はいはい、ちょっと待って待って、1,2,3,4,5,6,7 回。はい、で、こいつブロッカーなので、うん、ロードイエスの効果でカード1枚引きます。はい、引きます。で、これでターン終了です。打たないのね。どうぞ。よし、こんないっぱい並んだけど、ちょっと今なんとかする。ドロー。くっ、ちょっと待ってね、1マナオンリーウォーカー4人目。あ、4人目か。でも打てるのこれだけでしょ。バグマル君でアタック、ダブルブレーカーか、飛んでくるでしょ。ブロックしてくれるとダブルブレーカーになる。みんなブロックした方がいいのかな。いけよう。あ、受けられた、はい、そんでじゃあ、マグダムやってもしょうがないもんね。じゃあターンエンド。はい、じゃあアンタップします。はい、どうします。
マチャージして、はい、4マナで、うん、トライガードチャージして、はい、で、じゃあシールドテフラに加えて、うん、やべ埋めておきます、うん、で、3マナ、はい、コアクアも使える、あーはいはいはい、今さら、いいよいいよ、3枚めくって、うん、光か闇のカードをテフラに加えます、うん、で、光なんで全部ね、うん、はい、行くか結構いるもんね、うん、まず、はい、これってこのターンに破壊されたときこのクリーター、あ、僕のこうターンだけだから大丈夫だよ。バグマル君アタックするときに、うん、アタックするときかで、アタックするときにこいつタップします、はい、で メタリカタップしたので、あのタップするんだよな、分かったやられた、じゃあワンドで、レンブラタップされたときに1体タップします、はい、はい、じゃこれでじゃあワンドローもらうね、はい、これこのやられた時の、はい、じゃあもう一度アタックするときに、うん、どれタップしよう、意味ないからな、どれでもいいんだもんね、じゃあこいつタップして、うん、でアンタップしてで破壊で、はい、やられました、あ、待って、あ、使えんじゃん、ウィリケンスみたいな効果があって、うん、バトルゾーン出た時だけじゃなくて、うん、自分のクリーチャーがバトルに勝つともう一度発動できて、何ガチャレンジ？もうはい、うんうん、ガチャレンジか、何ができるの？ワンドローして、あ、ワンドローできるのか、はいはい、ワンドローして、いいよいいよ、バルハラパラディン出して、はい、ちょっと出過ぎで、もう一度ワンドローして、はい、サックスメロディ、はい、じゃあまずバルハラパラディンの効果でシールド1枚追加して、うん、はい、あー、せっかく減ったのに、で追加したことで、うん、大体のクイーチャーここタップして、トタップ、はい、タップです、で次のターンタップしません、はいよ、でサックスメロディの効果で、うん、自分の光のクリーチャー分だけ GR 消化します、はい、もうないじゃん、ないじゃん、それもう売り切れだよ、 GR すごい、で、はい、全部出た、うん、そんでタップした状態でんのね、はい、はい、で、じゃあどうしようかな、一応、じゃあどうしようかな、じゃあエンペラドグロで音量化破壊します、うん、はい、やられた、じゃあ1回だけここ使います、はい、ワンドローして、エメラルダ、はい、でエメラルダ効果でシールド追加します、うん、はい、ここかな、横向きが随分、はい、いいよいいよ大丈夫、全部で5枚ね、じゃあダブルブレイクします、よし、じゃあこれでトリガーが来るぞ、はい、来い、ダブルないです、じゃあもう一度ダブルブレイクします、はい、やめてください、じゃあダブルブレイク、くっ、お、聞いて驚け、スパイナー一匹、何何、でも3000でしょ、今から撃てる人教えてください、こいつが攻撃できないんですけど、こことこいつタップされてて、でこいつも殴れて、うん、こいつも殴れてかな、はいはい、ここが殴ります、なんかこれ何度も起きる人はこれ、この人、これが何度も起きます、この人が何度も起きるのか、はい、でも言うてもな、でもたくさんいんだよな、まあいいや、1、2、3000、はい、1、はい、そうか、2、はい、3、4、あ、いや、これで、6000にする、これ今なんだ、こっち4000ですね、4000だよね、3000を6回使えるから、はい、1、2、3、4、5、6、こいつ2回使って、うん、これ2回、3、4、で6000か、うん、6000、7000、あ、もっと強くなってんの、はい、じゃあなってます、あ、これはなんか強くなってる感じ、はい、じゃあちょっと待って、じゃあこいつじゃなくていい、はい、1、2、この2人、はい、はい、そこで破壊されて、うん、で一応生き延びたのかな、いや多分これはそのままならなくなってるはず、うん、はい、そうだよ、じゃあダブルブレイクで、ダブルブレイクね、はい、最後ね、これね、これが起き上がるやつ嫌なんだけど、ないです、はい、じゃあ、ダイヤ叩きます、はい、終わりました、ダメだ、こんな出たらせっかくスパイナー2人出たのに、まあ、これはよく回った感じの、はい、よし、まあ、それはしょうがないです、はい、よっしゃ、じゃあ、ヨウム君にはリベンジされてしまいましたが、これなんていうデッキですか、GR 天文、 天文だもんね、はい、GR 天文、そうだよな、まあ、悔しい、しょうがない、はい、はい、よく回りました、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ブックアイランドジュニア入間店は埼玉県入間市にあるカードショップです。ブックアイランドでは YouTuber を全面的に応援しております。
店内での撮影はもちろん OK、 Wi-Fi も開放しております。充電も可能です。 YouTube に動画を出してみたい方、ぜひご来店お願いします。スタートをぜひ応援させてください。